素晴らしい。天然。やっぱり尺の国は05が必要ですね。そう思ったんですけどね。まさか今日こう、まあ尺はないと思うんですけどね。これは鳩の巣の本来のヤマメです。こうすごいね、すごいです。流針ものすごい速いところのもう尻でかかってきました。止まったようなあたりでしたね。すごいな。2017年5月9日火曜日9時25分開始。まあ前回のもう2週間ちょっと経ってますからね。どのくらい釣れますかね。なかなかな方ですよ。9時29分、電撃ヤマメです。鳩ノ巣渓谷の八寸ありますね。八寸いいですね。9時36分、ちょっと肩が小さくなりましたね。まあそれでも21センチあるんじゃないですかね。
11時25分、いいのが来ました。急須がありますね。急須がありますね。多分これ本物の鳩ノ巣渓谷のヤマメ。ちょっと11時25分でちょっとあれだったね、無理に抜けなかったね。今度は無理に抜いてみます。綺麗に。素晴らしいヤマメです。天然ですね。素晴らしい。11時25分に出ました。ガンダマ 2B ピンチョロ 0.45 同士クワセハンスレヤマメ6号。釣り人目線から見たさっき釣ったヤマメの流れです。まあ見た目以上に速いです。見た目以上に速いです。なかなかここを探る人はいないんです。あの辺ですね、出たのはね、あの辺です。でグラ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 っていって、1時45分。
18センチから20センチですね。リリースします。バラシ2時23分の方ですね。受け方がちょっと2時26分。発寸ありますね。こう糸巻きつけて、すっごいわ。こうねえ、03だと切れちゃうね。流進できました。狙ってました。2時42分04だ。切られちゃうね、これね。あそこの流進だと抜いたら、これは05でないと無理だわ。開口もありますね。今日の餌はピンチョロです。今日の餌はピンチョロです。昨日の午後4時頃取ったらピンチョロですね。それで釣りをして、生きてるの分かりますかね。それで冷蔵庫に昨日野菜室に入れて、全部まだ生きてます。生きてますね。これ
山本吉岡作霧の餌箱修正材で板厚13ミリ。そこはですね、霧のヒノキの修正材使ってます。14ミリ。底板強化板。これ山本吉岡作です。ブログ octoma.tv で送料込み4000円で売ってます。簡単に開け閉めできます。ここにカワムシが上がってこないようにちょろっとこが透明のテープ貼ってあります。ヒートンで紐、コードストッパーで紐自由に長さ変えれます。真鍮、釘真鍮、接着はボンドと釘です。ニッケル塗装、ヒートン真鍮。ちょっと宣伝してみました。4時40分に納棺して、今ゆっくりしてキープの写真撮ってます。2017年5月の今日は9日、玉川鳩ノ巣渓谷でのキープです。